古来より日本にはいろんなしきたりがありました。現代ではなくなってしまったものや今も残っているものもありますが、その意味が薄れてしまったものもあります。しかしそんな儀式も一つ一つ意味はあったのです。こんにちは、藤吉田です。今回はそんな日本の儀式の雑学をお伝えしたいと思います。今回ご紹介するのは元服、結納、結婚指輪の3つの言葉を解説していきます。今回もクイズ形式です。全1問、皆さんはいくつ答えられるでしょうか。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。元服。現在世の中では18歳で成人にするかしないかが議論されています。現在はの20歳で成人となり、社会の中で一人前に成長したことの区切りとなっています。同時に少年法で守られることもなくなり、責任も伴います。この成人を選挙権に限って18歳に引き下げることが決まり、2016年夏の参院選から実施されています。国や時代によって成人年齢は違いますが、昔は16歳前後で迎えられていました。12歳から17歳くらいが一般的だったそうです。現在よりもだいぶ若くして社会の構成員となっていたのは、寿命が短かったからと言われています。そして生き抜くことそれ自体が難しかった時代でもあるのです。伝染病がはびこり、医学は未発達で、赤ん坊のうちに命を落とすことは珍しいことではありませんでした。そんな厳しい環境の中で、これから先は成人として親の庇護もなく一人で生きていかなくてはなりません。だから成人するにあたっては試練、通過儀礼が課されたのです。地域によって様々ですが、男子なら代表的なものは力試しです。米俵一俵、60キロから80キロを持ち上げることができるかといったものが代表的です。女子の場合は1日の間に7世約700平方メートルの田んぼに苗を植えるという試練を与えられたりもしました。生きるためには何より体力と腕力が求められましたし、田植えの技術は生活そのものを支えます。地域社会に貢献して暮らすためにも必要な通過儀礼だったのです。この習慣は世界各地にあり、バヌアツ共和国で行われているバンジージャンプもその一つです。今ではレジャーになっていますが、その昔は生きるか死ぬかの通過儀礼だったのです。また縄文時代の日本では成人の儀として歯を抜く風習があったというのです。まだ健康な犬歯を抜いてしまうものです。猛烈な痛みに耐えて抜歯することで集団への帰属意識を高めたとか、家督を継承する権利を得たなどと言われますが、詳しいことは分かっていません。縄文時代のものと推定される歯のない多数の頭蓋骨が出土しています。奈良時代からは少年から成人になることを元服と呼び、晴れやかに祝うようになりました。正月の1月初旬に元服の儀式が行われていたことから、昭和になって成人の日とされました。さてここで問題です。日本には古くから人が亡くなるとお通夜という儀式とお葬式という儀式があります。もともとお通夜とは何のために行われていたものでしょうか。1. 故人と最後の挨拶をするため。
2. 一晩かけて死の確認をするため。 3. 極楽に行けるように祈るため。 4. あの世に行くための準備をするため。それではお考えください。答えは2の一晩かけて死の確認をするためです。通夜というのは遺族や親類、そして縁者が集まって個人との最後の夜を過ごすことを言います。夜は眠らないで朝まで個人と過ごすのが基本ですが、最近では夜6時頃より1時間ほどの通夜を行う半通夜が行われることも多くなってきました。昔は死の確認が難しかったので、一晩かけて死の確認をするというような現実的な意味もあったようですが、今はそういうこともなくなったので形式化してきたという面もあるかもしれません。この通夜という儀式はもともとは個人がもう一度蘇ることを願った儀式だとされています。そして夜中起きていて個人の良いところなどを語り合い復活を望むのだと言われています。また別の説もあります。それはブッダが亡くなられた時にたくさんの弟子たちが集まり、ブッダの教えについての思い出を語ったことから生まれたというものです。この時それぞれの知識や理解に隔たりがあったので、私たちも個人について語り合うことで個人のことを理解し忘れていたことを思い出そうという意味があるようです。結納。日本人の風習の中で結婚ほどこの数十年で様変わりした儀式もないと言われています。伝統的だった神前結婚式は少数派となり、キリスト教式をモチーフとしたものが主流を占めるようになりました。そもそも結婚式自体を行わないことも一般的になってきていますし、婚姻の伝統はどんどん廃れています。中でも最も省略されている儀礼が結納です。互いの親族の前で結婚の約束をする儀式である結納は平安時代にはすでに存在していたと言われています。この語源でもありルーツとなっているのが結と呼ばれる慣習です。日本の農村社会で古くから続く労働力を貸し借りする制度のことです。田植えや稲刈り、屋根の葺き替えなど短期間に多くの労働力を必要とするときに集落全体で助け合うんです。結ぶでつながった農家同士が作業を順番に大人数で行っていきます。竹の労働に対しては同じ苦労道で報いるのが原則です。こうした農村では新しい嫁は貴重な労働力です。だから婚約をして嫁を受け入れることは結の一環とみなされ、いつしか結納と呼ばれるようになってきたのです。語源にはもう一つ結日の者という説もあります。これは新郎が新婦側に送る品々のことで、いわば結納品です。今では縁起を担いだ儀礼的なものになっていますが、かつては酒や魚だったといいます。結納の際に村人総出で飲み食いするためです。大昔の農村には若い女は共同財産という意識を持っていたところがあります。婚約結婚をして共同財産である女たちの一人を独占するなら結日の者を村の衆に提供し宴を張るのが筋であろうということを結納や披露宴の起源に求める論もあります。いずれにせよ婚姻は現代のように恋愛感情の上に成り立つものではなく、村という共同体のためにありました。戦国時代以降は武士から農民に至るまで家と家との政略的な結婚が増えました。嫁は家や村を守るための人質であり道具だったのです。
現代の女性が伝統的な結婚式や結納に背を向けるのは労働力や所有物としか見なされていなかった女性の暗黒時代を否定したい気持ちがどこかに刻まれているからなのかもしれないですね。結婚指輪。日本で初めて教会式、キリスト教式の結婚式が行われたのは1873年、明治6年のことです。近代化のために外国の文化と技術を取り入れようと明治政府は多数の外国人教師を招きました。その一人が東京神田淡路町の現在の開成中学校高等学校で教鞭を取っていたイギリス人フリール氏でした。彼は日本人の士族の娘である静香と結婚しました。それが日本で初めてのキリスト教式結婚式だったと言われています。しかしその後も日本の伝統的な神前結婚式を選ぶカップルが圧倒的に多かったのです。キリスト教式が急増したのは実は1990年以降なのです。ウェディング情報誌の氾濫、ホテルや結婚式場の営業活動、教会で式を挙げる有名人の影響などによりあっという間にキリスト教式が逆転しました。ウェディングドレスを着てチャペルで結婚指輪を交換するという儀式に多くの日本人女性は憧れたのです。しかしこの指輪とは人を縛る鎖であり罰であったとギリシアには伝えられています。古代ギリシア神話に登場する神の一人プロメテウスは天界から火を盗み人類に与えました。これに激怒した最高神ゼウスがプロメテウスに与えた影の一つとして、さらには今後の絶対服従の証明として鉄の指輪をはめることを強要したのです。転じてヨーロッパでは指輪は契約の証となりました。印鑑代わりに使われたこともあったそうです。結婚指輪も同様です。男尊女卑の世であった古代から近代まではヨーロッパでも婚姻は個人の意思とは関係なく家と家との契約であり人身売買ですらありました。結婚の際には夫が妻の家に保証金を差し出しますが、その契約の物証として指輪を送っていたのです。また略奪婚がはびこっていた時代は新妻が逃げられないよう鎖で縛っていたといいますが、その名残が指輪だという説もあります。神父の左手薬指を縛るのにも理由があります。情愛の象徴である心臓に近い左手のそれも薬指は特別な存在でした。女性の性的な魔力が発せられていると考えられてきたのです。だから指輪をはめて男を惑わす魔力を封じ自分だけのものにする、そのいきさつすべてに曰くのある結婚指輪ですが、現代日本では給料3ヶ月分の金額のものを送るべきなどと言われています。しかしこれは高度経済成長期の宝飾会社が打ち出した単なるコマーシャルです。過剰な商業主義によってできた奇妙な習慣に過ぎないのです。いかがでしたでしょうか。どんな儀式、しきたりにも始まりがあります。なぜそのような儀式が始まったのかを考えると、当時の人々が何を思い何を求めていたのかわかる気がしますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。